付き合いの長い加藤さんには、あ、どういうタイプがうまくいくかな。え、どういうタイプの人がうまくいくの。どういうタイプかな。何を言い出すかと思えば、誰とでもうまくいかないような気がする。マドンナだよ、マドンナ。そう、マドンナ。マドンナによく、ただマドンナっていう名前をこうつけてるだけで、ただの女なんですよ。皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。この間さ、はい、私テレ東の旅番組見てたの。テレビ東京ご飯時にね、はい、そしたらさ、恵比寿よしかずさんと、うん、加藤のり子さんと、うん、そしてもう一人が高川よすけさん、うん、この3人で旅するの、うん、面白いメンバーですね。面白いメンバー。加藤のり子さん好きなんですよ、僕ね。いい感じですよね、うん、で加藤のり子さん嫌いな人って見たことないんですよね、私周りで、うんうん、でぼーっと見てたら、エビさんが加藤さんに向かって、加藤さんはさ、どういう男の人が好きなの、どういう人が好みなわけって聞いたの、うん、加藤さんがそうですねって言った、まあ、ちょっと遅いなと思ったんだけど、エビさんが別にそんなこと気にしてないっていうような感じでさ、うん、誰ともうまくいかないよね食事の箸止まってえ、何言ってんですかみたいな感じで、で田川さんもさ、なんかちょっと空気をこう柔らかくして、で加藤さん言ってもこの三人行動のマドンナですよって、うん、マドンナ役だからね、うん、ですよっつってこう空気を柔らかくしたので、うん、頭いい子だなと思ったんだけど、うん、いやマドンナなんて感じじゃないよ、普通の女だよ、うん、普通の女だよどういう人なんですか、エビスターの人は。オタクの確か福岡の人ですよね、オタクのっていうか。エビスター福岡じゃないじゃないですか。あ、違うっけ。あ、長崎だ。一緒にしないでほしいです長崎でもあれだろうね長崎なんだ、ね、長崎の人たちもちょっと思ってるから一緒にしないでそっか、加藤さんはね、僕10年ぐらい前に、うん、どこであったかも忘れちゃったんですけど、フランス方面じゃね多分都内だと思うんですけど、うん、どっかでお会いして、僕あんまりそういうとこ行かないから、多分ユウさんに連れてってもらったどっかのお店で、うん、偶然加藤さんにお会いして、うん、でなんか話をして、で割とこう話しやすかったんで、そこであの電話番号の交換みたいのを珍しくしたんですよ、うん、そんなこと僕普通しないですけど、そうね、で全くそれ以来忘れちゃって、一回も電話なんかしたことないんですけど、うん、この間パルコで文楽をやってる時に、うん、ある事情で舞台監督の人に、うん、急に電話しなきゃいけなくなった時に、うん、舞台監督さん加藤さんとおっしゃるんですよ、うん、ドキ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 それで携帯で加藤って書いてあったから、うん、あの舞台監督が加藤さんだと思ってかけたんですよ、そしたらそれは加藤のり子さんだったんだけど、うん、もう出た瞬間に女性の声だったんで、僕間違えたって分かったんですよ、うん、で、まあ、一応あ向こうがはいとかって言うから、うん、あの加藤さんですかって一応聞いたら、はい加藤ですけど、あ、ごめんなさいちょっと間違えちゃいましたって言ったら、間違えたのに加藤ってなんで知ってんのとかって言われて、加藤さん散々な、いや怖い、ものすごく怖かったんで、ごめんなさい、いやいやちょっといろいろありましてすみませんでしたって、待って、みたいですって言ったの、ちゃんと言わなかった、何やってんのたち、やっぱ怖いもんだって福岡長崎怖かったんですよ。あ、そう、あ、しかも恵比寿さんは熊本の出身だった、今の天草なんだ。へえ。熊本生まれ長崎育ち。あ、そう。それでちょっともうちょっと話しますと、うん、ですごいなんか怒られてたから、うん、申し訳なくて。怒られて、まあまあそうだよね。不審だと思ってるからね、私は。それで僕はそれでも加藤のり子さんだって分かんなくて、まあ、この加藤って誰だか、でも一応登録してるってことは絶対どっかで会った加藤さんじゃないですか。そうだね。うんうん、だから一応そのショートメールで、うん、見たんですが、こういう事情で間違えてかけてしまいました、うん、すいませんでしたってメールしたら、はい、そしたらすぐ帰ってきて、うん、で加藤のり子です、で私も今の三谷さんのメールに激しく動揺していますみたいなよかったね動揺しています、うまいねそうだね、動揺するだろうね、はい、私じゃあ三谷さんにあんな感じだったんだそれでいろいろ申し訳ありませんでしたって文楽のご招待させていただいて一番丸くなる、よかったわねすごい喜んでくださいましたよ、はあ、
でもすごい頭のいい方ですよね。あ、そうね、うんうんうん、起点も効くし、うん、回転が早い、そう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 、うん、はあ、それは良かったです。私は前はあの千春さんから電話が朝8時頃かかってた。千春さんってタレントの千春さん、女性の方、みもんはもうなんちゃんと一緒に、はいはい、やってたりして、千春さんね、はい、完全に誰かと間違えてて、うん、みっちゃんっていうのね、うん、俺は 1,2 回しか会ったことないけどおい、どうもおはようみたいな感じで、はい、みっちゃんって、はい、うん、何みたいな感じで千春さんって出るわけでしょ。そう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 、でこっちは千春さん、ね、何朝から何、みたいな感じなんだけど、あっちはもっと親しい女のみっちゃんがいるみたいで、うんうん、であのこの間のね、なんつって話してて、何言ってるか全然わかんないんだけど、うん、言って、すいませんでした、先輩の清水さんですね、みたいな感じで、うんうん、それであの罰悪くやっぱり切ったことがありましたね。そうそうそう、携帯電話のやっぱり未だにちょっと難しいところですね。ありますよね、うんうん、前あの俳優さんの幅雄一さんって知ってます、うん、幅さん2回言われても3回言われてもわかんないです、ね、幅さん聞こえてるんですよ、ばあちゃんと違うから、はあ、HABA って言われても幅さん、まあ、ちょっと知ってるってことで続けますよ、はい、幅さんの奥さんからあの電話かかってきて、うん、それであのカニとても美味しくいただきましたしかも留守電入ってて、前の年もあったんですよ、 2年続けて僕はカニなんて送ったこともないのにカニありがとうございました、あのね、くれって言ってるんだよ。そしたらなんか幅さんの携帯でかけてきてるんですよね、うん、でも僕幅さんは存じ上げてるんで、うん、多分僕の電話番号が幅さんの携帯入ってて、でその奥さんがなんかね、似てる名前なのかな、みで始まるなんか別な知り合いの方がいらっしゃってて、うん、で間違えてかけちゃったらしいんですよね。で2年連続あったんで、3年目はもうカニが送られてきました幅家から。何なの、昔話みたいな話それいい話でした。ちゃんと電話した俺の。しました、しました、ありがとうございます。